って先ほどのプリン体の お母さんですね。お母さんお借りいたしまして。ね、お母さんあれですよね。フラメンコギターの先生やってらっしゃるですよね。それで急遽次の曲にぜひということでね、本当昨日お願いしたというちょっとあまりにひどい話ですけどプロなので大丈夫かなって思ってお願いしております。帰っちゃったらギターほらほらどこ置いて彼氏がない。さっきね昭和の話しましたけどね、皆さんあれですかね、私中森明菜と松田聖子がいたらどっち派でしたかね。明菜。ありがとうございます。聖子ちゃんっていう人。なるほど。俺ね、若い頃の聖子ちゃんなんだけど、年取って明菜っていうのどっちに手を挙げるんだろう。どっちもですよ。ありがとうございます。ね、私も明菜だったんですけど、明菜になれない聖子みたいな。聖子ちゃんの歌歌うと、いい感じ。なんか違うみたいなそういう感じのね、小さい時を過ごしておりまして、できればちょっと秋の目指したいなっていう。大丈夫ですか。あれ大丈夫です。大丈夫ですか。で次は去年ですね、なんかやっぱ自分の中からなんかわーって出てきた曲なんですけど、なんかちょっとね、自分の中にいるものを竜に例えて、うちに眠る竜という曲をね作ったんですけれども、それがちょっとフラメンコ風に緑がアレンジしてくれたので、アレンジってことするけどそう、ぜひね、私踊れないんですけれども、踊りできる人とかいません。あの辺踊りますぜひちょっと今日赤いバラがなかったので、ちょっとねこうしたかったんですけど、どうでもいいけど、秋田聖子関係ないじゃん。はい、よかったらと思ってます。じゃあ、そういう感じで。100点。ただし、私とりあえずフラメンコに謝れ。ごめんなさい。最後に、私が作った曲なので、ちょっとどこで入れようかなっていうのもあるんですけど、最後は。この踊りを、いいですか、任せちゃって。あ、すいません、じゃあお任せいたします。よろしくお願いします。では行きましょう。ようやく訪れた